ですね、上陸は。上陸していただいてありがとうございます。いつも新幹線だからね、通り過ぎるんですけど、やっとやっと降りてくれたって感じで、はい。堀江さんは、まあ、仕事でも何度も取材やら、シャーセーラー、撮影やら、いろいろやられてますね。仕事以外来てないので、そこも名古屋にいつも申し訳ないなと思って、はい。この作品、ね、見させていただきまして、どうですか、もう今間もなく公開という今の気持ちっていうのは。二条さん、結構試写会とか派手にやっちゃってるから何回目だよっていう気持ちではあるんですけど少しでも、やっぱりこういろんな方々の反響とか、はい、いろいろ聞くじゃないですか。そういうのって今気になる、気になりますっていうのも、やっぱ自分が演じてる側で、うん、現場でその泣く者がいたから、うん、自分の出来上がり見た時に泣かなかったんですね。全然現場では自分がその見てるものを、うん、高橋の目で、自分の目で高橋を思ってやっているから、感情も高まるんですけど、見た時にそこに集中できなくて、そうなんだ。村上虹郎として高橋を 見れなかった、集中できなかった。そうなんですね、自分で見るときにまた慣れてなくて、なんか恥ずかしい感じで、恥ずかしいのもあるし、でもそこを超えて、慣れないんですよ。まだ慣れてないっていう感じなの、はい。でもこれからね、何度も見る機会もまた出てくると、思うんですよね。はい、監督、今回ってその作品との出会いというか、映画化するにあたっての経緯とか教えていただけますか。はい、まあ、今回三笠さんと一緒にやってて、企画、いろんな企画があって、まあ原作もので、その恋愛もので、若いもの、若い子たちのストーリーって言った時にちょっとこれが出てきたんですけど、はい、でなんか今まで恋愛もいろんなもの当然あるんですけど、まあ当然恋愛は障害がつきもので、その障害はちょっとファンタジーというか、今までない異色なね、この忘れてしまう相手を、好きになった相手をっていうファンタジーにちょっとピンときたというか、これをもし映像化できたら、忘れないっていうのは感覚自体がとても映像化難しいので、それをこう形にできたらどうかなってところがみたいな始まりでした。でも映像化難しいですよね、これ。そうですね、だから忘れないってこうかとかけに書くのは簡単なんですけど、いざ本当村上君が演じる葉山隆の方が忘れる側なんですけど、表情にスッとそれが出せるかどうか、そしてそれが分かるかどうか、あれ忘れたみたいな、こんな顔はできないので、それが結構勝負でしたね。今まで、ね、やっぱり何でしたっけ、私なんかの消しゴムとか、アイドルとか、イベントとか、こう自分が記憶を忘れていく側の映画って結構あったんですけど、はい、ちょっと違いますもんね。最初はちょっとびっくりしました、私も。そうですね、まあ、それをできるだけナチュラルに、自然に、しかもそんなにこう行動範囲が狭い高校生たちの、しかも田舎町、まあ、郊外の世界観でそれをやるっていうのは新鮮かもしれない。ですよね。でも、まあ、きっとね、そんなはずないんじゃないかとかって思う時もあるんですけれども、でもそれを全くなんかこう感じさせなくて、ぐいぐい私は映画の中に入ってしまって、明かりがメモを見るときも結構一緒に見られてしまったし、クライマックスで高橋が走っていくところとか、もう早く行ってよとか思いながらすごく入り込んでしまったんですけど、でも今回の役って、まあ、今もその映像化するのは難しいって同時に、はい、役としても難しいと思うんですけど、はい、これどんなふうに高橋を捉えるか。役柄としては、うん、僕がやるから多分少し難しく感じてしまっただけであって、うん、本来なんでいいか、ただ平凡な男子高校生なんですね、受験生、だけなんですよ、本当に、はい。高橋自身は何の別に変哲もないから、普通のただ言えばいいっていう、はい、高橋って人間よりはそこに言えばいいっていうんですけど、僕はやっぱり日本の高校行ったことないし、いろいろと環境がやっぱ違ったので、普通ってなんだろうっていう漠然とした大きな感じですけど、その学園生活、学校の生活自体を違いますもんね、はい、もちろん全然違いますね、そこからでした。そうですね。それはこう どんなふうに、じゃあ自分でリサーチをしたりとか、馴染んでいった、まあ、でもそう、学校に行って、
かもあるし、その前に2着やってて、はい、もうやっぱ全部学校行ったことないのに、うん、もうすでに映画ドラマ含めたら5回ぐらい制服着てるわけですよ。そうですよね。一つ一つ覚えていって、うん、ここにもこういう人たちいるんだって、はい、やっぱでも時代によって学生と全然違うと思うし、うん、価値観も全然違うから、それもその時のなんだろう、全て虚構だし理想かもしれないけど、うん、その時にあるドラマとか映画とかっていうのを見ればある程度感覚では分かるじゃないですか、うん、感覚でしかやってないなって、うん、そこ、これはあの皆さん一緒にこうリハーサルかなんかでずっとこう学校の生活じゃないですけれども、そういうのはされたんですか？今回そんなに時間はなかった？そんなに撮影はね、結構大変だったんで、そんなもないですね。じゃあもう自分で本当に感覚で覚えていたっていう感じなんですね。そうですね。どうやったら浮かないかなっていう、主演ってやっぱ基本的に浮いてるじゃないですか、まあフォーカスしてるからってもあるんですけど、でもまあキャスティングも面白いですよね。なんか本来この5人本当に仲いいのって思うキャラクター的に、まあ、その学園のメインではなくて、この2人だから。ああ、もちろんもちろん、そうですよね。だから、そのキャラの濃さが、うん、光ってるのが、うん。まあ、全員浮いてるんですよ、逆に言ったら。そのメインのものが。個性的は個性的ですよね。それがいいわけで、別に曲を出すから、映画だからってよくて、うん。その中で、むしろ何の変哲もない高志、うん。ただ優しくていいやつっていうことなんですけど。おとなしくてね、ちょっと目立たなくてっていう。うん、そんな2人の話っていう。まあ、周りもでもね、でも大事っては大事だなと思うんですけどね、うん、やっぱりこう、まつわってくるので、はい、そうですね、うん、でも本当、もう早い段階から2人になってくるんで、はい、大事じゃねえって言ったら怒られちゃうけど、本当、もう早見と、自分の2人のコンビネーションの方を大事にしてました、うんうん、そうですね。お二人をその起用したっていうのはどんなところが、やっぱりもうストーリーに関係してくるんですけど、まあ、梓はあの忘れられていってしまう方で、それを受け入れる側の方が、まあ、周りみんなお父さんもお母さんも、あとお母さんやお父さんも周りも、えってなる方、たかしだけが違う目線でそれをどう受け入れるか、忘れられていくんだけど忘れてしまうんだけどっていうののこのリアクション側の芝居が大事だと思ったんですけど、はい、まあ、代表が早野たかしという役で、でまあどんな子も同じようなことを芝居するだろうなって中で話した時にちょっと違うんですよね、なんか物事の受け止め方とか認識の仕方が、だからそれはひょっと今まで自分が見た想定と違うものが出るだろうなっていう感が、はい、まんまあのおおそういうリアクションかみたいなのが出るなと思いました。それはすごい新鮮で、で彼でないとやっぱりこの映画成立しなかったと思いを断言できるぐらいそういう形になりましたね。あ、じゃあこう来るかなと思ったらちょっと違うリアクションだったんですね。うん、なんか私消えちゃうのってそれがあって、うん、へえっていうそっか、まあそれは受け入れた上でその上でどうしようみたいな、なんか普通もっと騒ぎだったりそれを信じないってところからだと思うんですけど、まあ、多分信じるところから、ね、始める、きっと何でも受け入れてきたんだと思うんですよね。そうですね、そんな気がします。まあまあ、違ったかもね。いやでもそんな感じでいいかもしれないです。でも朝もあの高橋だったら分かってくれるんじゃないかっていうことで話をしてますね。うん、他の人にはきっと話してます。実際がしてもいいそれ。そうね、何かと相談というか、いやなんか口数が多いから、その分なんだろう、言われちゃったら困るなってそういう不安は与えてることもあると思うんですけど、でも嘘はつかないし、つかないっていうのはやっぱりちゃんとなんか自分の中であるから、なんで昔はすっごい嘘つきだったんですよ僕。どうして嘘つきでっていうのも本当に弱かったから、まあ、今でも強いわけじゃないんですけど、やっぱ親に嘘ついて本当にしょうもないこと嘘ついて、その嘘ついて自分が楽しいとかしょうもないこと、もう目の前のことを本当に大事にしたことがびっくりさせたい、裏切るっていうその、なんだろう、罪悪感とかが好きだったんですよ、子供の中で。本当に僕悪かったです。だけど、悪いっていうのも中途半端で、もう一番ダサいやつなんですけど、で周りからしたら、うまいことちょっとやってるなっていうふうにも見えるかもしれないし、でも、やっぱ嘘つけないっていうのも分かってる友達もいるし、そんな中途半端なのに来てたんですけど、違うとかどっかでなって、嘘はつかないし、女の方が絶対傷つけないしとか、そういうことをいろいろどっかで
あったと思うんですよね。でも、傷つけ合うのは絶対当たり前にあるし。なんかでも、たかしにも似てるとこがあるんじゃないですか。そう、うん、最初その、今僕がこの話した、うん、何でしたっけなんかね、本当なんかちょっと響き方がね、うん、変なんですよね、うん、だから私のこと忘れないみたいな出会って、うん、見晴らしのいいところのところの会話で私も忘れないって言って、もう忘れないよとかって、うん、さらっと言うんですよ。あ、そう、わかります。さらっと言えないんだと普通はっていうずるさみたいなのがで、なんか力込めて言ったりするとは思うんですけど、さらっと言うんですよ。でも本当は分かってないだろうなと思いながらも、うん、そのさらっと言えちゃうあたりのその嘘ではない、ね、うん、嘘ではないんだけどさらっというそのなんだろうな、その素直さはほっとさせるというか、だから言える人と言えない人がいるなっていう、うん、その才能なのかな、分かんないけど、うん、すごいね、それを聞いた時にわすげえ優しいというかふわっとしたんですね。まあ、だから私たちが見る側としてもふわっとそういうのが入って自然に入っていけたのかな。そうそうそう、そこでね、オーバーエンディングをされてしまうとまたちょっと違う絵になっちゃうかなとか思ったりもするんですけど、なんかあの人だから最後結果台本もらったんですけど、あの最後笑っちゃうんですね、確か、明かりが、なんかこの人と話してもダメだなみたいにって笑って、そのシーンも笑うんですけど、あるところだからその流れが出て、この、まあ、まあとりあえずご飯食べようかみたいなところになってくるので、ね、あそこで生まれたような気がします。早見さんとはこう結構撮影中の話をされてたんですか。お芝居のことに関してはそんなに本人とは話してなくて、それはもう監督を通してだったから、現場でカメラが終わった時にだけで、基本的にロケバスとかではだらーっとしてました。2人はこういうふうにしようとか、まあ、そういう別に大したことないことしか話してない、だから家族みたいな感じするしお誕生日一緒ですしね、まあ、それもあるかもしれないけど、まあね、なんか似てる部分はあったり、似てる。だからそこの近いから違和感もないしストレスもないし、そのストレスが全くないっていうか、その少ないんですね。他人は他人なのに、全く知らない人とかよりも年が近いとかそういうことじゃなくて、兄弟がいるときに好きなとかも嫌いでも分かってるけど、まあ言わなくても分かってる部分もあるじゃないですか。そういう感じに近い。普通やっていう感じだったんですね、本当に。監督はいかがですか、監督の演出。監督はその時はその3人の関係性で言うと、僕らがなんとなく分かり合ってるのを見てて、何が面白いのっていつもちょっと不安げな顔してるっていうのがあったんです演出はもっと基礎的に、基礎な、僕はやっぱお芝居できないと自分で思ってるので、私初めての作品ではお芝居をしたっていうのはそこに生きてたってことだけだったので、見させてもらったと、カスナミって感じで、今回は堀江さんに、と芝居って何だろうってことから、細かく目を見て話すとか、そこにリアクションがちゃんとあるからとか、そのいらないリアクションをしなくていいとか、そういう細かなところから話をさせていただきます。ある意味本当に、ね、また2つ目なんていうか、あの初主演なんですけど、ね、また違うんですね、全然違いますね。あの俳優西尾さん、先ほどもまあ、お聞きしましたけれども、驚きな感じもたくさんあったと思うんですけど、まあ、監督ももともと俳優でいらっしゃるわけですから、いかがですか。本当素材がこんなにいいの、最初聞くと緊張したと思うんですけど、リハーサルの時とかやっぱ構えてこういう風にしたらいいのかなみたいな、多分きっと考えてくれたんですけど、その構えるのをそれなしにしようっていうのを削除する作業しか本当してなくて、だからパッと自分が感じたままにこれからもやっていってほしいんですよね。あのこんな感じじゃないかって言って無理にこう作ろう必要なくて、こう自分の感性 でそういうタイプの人って今いないので、それできっと出してきたものがすごくいいって必ずなるはずだから、だからもう別に演技指導とかじゃなくて、こういう自分だったらどう思うって言った時にどっかで見たものを持ってくるんじゃなくて、自分だったらどう思うっていうのを突き詰めていったら、後半はだから、まあ、ダメ出しというか減ってきたと思うんだよね。だから
感じ、うん、だから芝居っていうのは上手い下手とかそういうところじゃなかったんですよ、うん、話、うん、伝わるか届くかっていうことなので、うんうん、逆になんかこういう時はこうするんだよなんて、おこがましいこと、こんな状況って僕も経験したことないわけで、うん、経験したことないことはこういう時はこうするんだよなんて言わなかったと思うし、こんな感じでもやってみてっていう、うん、っていうパターンで話して出てきましたね、いっぱい、ね、こういう時はどういうふうに感じるんだろうって本当に感じたままっていうですね、まあ、感じたままもあると思うし、たかしだったらどう感じるかっていうのは、頭でも考えてましたね、うん、それはあのスマホでこうね、あずさをいっぱい撮ってたじゃないですか、はい、まあ、あの映像っていうのは三代さんの使ってたりとかしないですか、半分ぐらいまで使ってます、そうなんですか、割合ちょっと半分覚えてないんですけど、でもあの撮影監督の女性なんですけど、はい、と一緒にもうなんかほぼ一緒に持ってとか、はい、女性監督の板倉さんっていう人が構えてるのを、はい、もっと寄ってって熱いのに、もっと真夏に熱いのにお互い T シャツで一枚しか着てないのに寄ってとか言って、もう板倉さんの肩の後ろからポンと見ながら、セリフ見ながらっていうシーンもあるし、もう自分もこういうふうにその撮る前に板倉さんがここでこういうふうにパンして、ここでもう下手くそいいからズームバンとか、もうあかりんの顔だけ見てみたいなことを指示されて、あ、なんか普通の人がやるよりももっと高橋はもうあかりんしか見てないから、もっと下手くそに、あ、ブレてね、極端に、そう、もう、あかりの顔が見たいから、うん、素人の高校生のはずですからね、そうですね、だから価格も多分見たいからアップしたりしてるはずなのに、結構でちゃんと撮るんですよ、だから何回だろうね、そうなんだ、なんか写真やっぱ撮る好きで、好きだから、うん、少しは分かるっていうところがあるので、だから下手にって変ですけど、素人でまだ高校生の子が撮るぞっていう、そう、まあ普通に、そう普通ってなんだろう、普通みんなも使います。今回普通っていうのは何だろうっていうのが、じゃあ根城さんにとっては割とテーマ、うん、平均点で金あのでも噴水で遊んでるね、あの赤ちゃんが撮るシーンがすごい良かったなと思って、はい、撮ってるのは撮られてるってことね、そうです、そうです、あそこは、いや、そこも好きだなぁ、これやる時の自分の表情すごい苦手なんですね、自分そうなんですか、でも自分がこれ苦手な、このなんだろう見てて、自分がしてる表情で苦手な表情は自分じゃないことがよくわかるんですね。はい。まあ、もちろん、自分、まあ、二重のままで私生活で友達が撮った動画を見ても、なんじゃこりゃって思う時もあるけれども、すごいやっぱ違和感を覚える時は、高橋なんだなって思いますし、それはやっぱり、その時は頑張って一生懸命やってるし、だけどやっぱり、それを見る時って、数ヶ月、数ヶ月の時間が。見てみると、あ、違うんだって言って、自分が面白いなと思います、でも監督、西尾さん面白いですね、やっぱり、いや、面白いですよ、ね、いや女の子を見て可愛いなと思うだけのシーンなんですけど、うん、まあ、異常に照れるんですよ、そう、なんかあのそういうのは、ちょっとこう濃いめでこうやってとかって嫌、はい、だろうけどやろうよとかしたらやってくれるんですけど、それがね、なんかね、ほんと可愛いんですよ、これがまあ、あ、分かりましたみたいな、まあ、慣れてるやつだとすげえつまんないですよ、リアクションなんだけど本当に照れてるから、うん、え、違う違う違う、むしろ俺アカレンにはもっと照れてくれって言われたんですよ、だけどすごい可愛い可愛く見てたよ、だから演出は僕は多分アカレンに伝えてたんですよ、その瞬間は、あ、そうなんだ、あのどちらかというとやっぱり海外にも行ってるせいで、うん、なんか愛情表現とかが、まあ、母親もして結構こう表現が濃い人だから、うん、あ、明らかになんかこう人オープンな人だから慣れてて照れるって作業をしなくなったんですね。あ、なんかもうフラットに。もっとこうさ、いいキュンキュンするシーンにしたいからさ、照れてるのを出してほしかったんだよね。そうなんだ。それはもよく出してくれたけど、それ可愛いんですよ。そうね。そういうこともあったり、なんか、いや、面白いな。なんか、鍵目を語るシーンで監督になるっていうのがあったんですけど、あれは原作にもあるんですか、原作を歌ってたのでみなさん。原作ではビデオを撮ってますけど、ね、あ、ちょっと少し時代が違う。監督の代弁なのかなとか思ったりなんですけど、いや、それ本当原作なんですよね、監督少年は、それが有名で、でも偶然にも重なってますね、うん、うん、まあ、でもなんか切り取りたいっていう気持ちがあるからビデオを回す、うん、まあ、あそこで初めて彼女を撮ってみようってそこを上げるシーンなんですけど、そこで初めておふざけで撮ったんですけど、
彼女をしっかり結局残そうって、はい、なんかこう映画作りたい人の初期衝動じゃないけど、うん、残したいって気持ちですよね。そうですね、うん、でもそこがまたなんか忘れないっていうのにね、うん、記憶にも残るというか、はい、うん、につながっていくのかなと思って、結構ねこれやっぱ深い作品だなと思いながら言ってたんです。役者ってもう面白いですか、もう今もうどんどんこういろんな役をやっていきたいなと思います。思います、思います。あのなんだろう、友達とか、うん、簡単に人に勧められるような職業じゃないんですけど、本当に辛いです。本当に辛いので、この心理活動も僕がすごい苦手で、苦手なんですか？だけど、でもこう喋る、思い、思う、喋ってる。喋るのはだんだんマシになってきました。昔本当にこれ語るとか本当に無理だったんですけど、最近少しはマシになってきたと思いながらなんですけど、役は、うん、自分が顔が違うんですよね。この顔とこれがちょっと違うから、目も違うし、それが面白いじゃないですか。そこが面白いから、や代わりに出るってことはもう全てじゃないですか、やっぱり、服装から日常から全部全然違う、人全然違う人生をやっぱり歩むってことだから、ね、いろんな役、いろんな人の人生を役に、ね、まあ、演技をするってことですね。監督すごい楽しみですよね。なんか20年とか30年後って18ですからね。生きてるかどうか私は分かんない。生きてますよ。見たいですよ。西野さんを見てから見たい。急に自己評価低い。びっくりする。いや、もう絶対ずっと見たい。いやどんな風になっちゃうんだろう。でも本当に1年1年変わっていくような気がするから。半年で全然違う。変わるでしょ。だからなんかいい方に行ってほしい。逆にこれでなんか凝り固まったり、うん、どっかで見た感じ。いろんなこと言う人いると思うけど、絶対にすごくいい方にいい方に流れてってくほしいし、そういう出会いがいっぱいあるといいね。そうですね、はい、と思います、ね、そしてまた監督と一緒にやりたいですね。もう本当一番の今回の収穫でしてて、うん、と思ってます。すごい、三沢さん、いやーって一役とかもないですか。いろいろやりたいです。今回は確かにストレートすぎたよね。からいろんな役できるだろうし、もっと絶対変な人だから。ありがとうございました。なんか、はい、これからまた舞台挨拶でいろんな話をしましょう。はい。